アメリカ大陸における自家熱の流行では限られた地域の流行であった自家熱が2015年頃から2016年にかけてブラジルなどの中南米の広い範囲での流行しさらに拡大の様相を見せていることについて解説する自家ウイルス感染の媒介は主に熱帯地帯にいる熱帯島下による2016年2月1日世界保健機関は国際的に懸念される 公衆衛生上の緊急事態を宣言した。自家熱は2016年1月末までに死亡例の報告はない。妊婦が感染すると脳と頭の未発達を伴う先天的血損症である小頭症の子供が生まれる。可能性が強く疑われている。ブラジルでは2015年9月から2016年1月にかけての新生児中小頭症の子供が4180人。 生まれ、新生児68人が死亡したという。発症率が2割であること、発症しないまま、小頭症の子供が生まれることがあること、ワクチンがないことなどから、さらなる流行と被害の拡大が見込まれている。コロンビア、ジャマイカ、エルサルバドル、ブラジルでは、妊娠を6ヶ月から1年伸ばすように勧告している。2016年1月31日現在、 ヨーロッパのエクドックは、妊婦の渡航自粛勧告を出し、アメリカ c d c は3段階のうちレベル2の注意喚起を行い、日本の国立感染症研究所は、妊婦の渡航は控えた方が良いとする見解を発表した。妊婦でなくても、手足の麻痺を伴うディランバレー症候群の発症に関わっていることが疑われている。2016年1月、ふう。 PAHO は声明を発表し、中南米23カ国で流行が予想され、400万人以上が感染し、特に2016年2月初旬にリオのカーニバル、同年8月にリオデジャネイロオリンピックを開催する、ブラジルでは150万人が感染する恐れがあるという声明を発表した。アメリカで2016年1月末、現在30人以上。 カナダで4人の感染者が確認されている。いずれも流行地での感染とみられている。2016年2月1日、フーは専門家による緊急会合を開き地下熱の流行は国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当すると宣言した。イギリスの世界的専門家であるジェレミー・ファーラーは 自家熱の流行は2014年から2015年のエボラ熱の流行よりもいろいろな意味で状況が悪いと言う。A 公衆 A 成長は性的接触による感染は少ないが存在するため出生を望むカップルは感染地域帰国後1ヶ月は性交渉を避けるべきだという。ありがとうございます。